脊柱管狭窄症には足の指を良くしてください。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すための筋トレや腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、最近ですね、 YouTube の編集を頑張ってます。まあ、これなんでかっていうと、とある人からですね、 YouTube のその撮った動画を編集せずに YouTube にアップするのは女性がすっぴんで外出するのと同じだっていうふうに言われて、確かにってなって、最近ちょっと動画を頑張ってます。はい。ただですね、どうしても編集すると時間がかかってきてしまうので、まあ、毎日ではないんですけど、4日に1遍ぐらいのペースで上げれたらなと思ってますので、もし上がった際はですね、見ていただければと思います。はい、そしたら本題に入っていこうと思うんですけども、脊柱管狭窄症には足の指を良くすることっていうのが非常に大事になってきます。で、これなんでなのかっていうと、今までですね、お腹の筋肉とか股関節の筋肉が硬くなって反り腰を作って、脊柱管狭窄症が引き起こされますよってお話をしたと思います。じゃあそもそもお腹とか股関節が硬くなるのはなんでなのかっていうのを考えた時に、足の指が上手に使えてないから、そういった部分に負荷がかかりすぎてしまって脊柱管狭窄してしまうっていう方がいらっしゃいます。まあ、どういうことかというとですね、ちょっと実際に歩いてみてみようかなと思うんですけど、こう歩く時ってですよ、細かく見ていくと、かかとがつきました、体重が乗りました、最後足の指で蹴ります、で足が前に持っていかれるじゃないですか。なんですけど、足の指の動きが悪い、まあ、要はこっからのですね、この蹴り出しですね、この蹴り出しが上手にできてないと、この足を前に持っていくことっていうのが難しくなるんですよね。はい、なので蹴り出せない、でも前に持っていかないといけないってなったら、お腹の筋肉とか太ももの筋肉を無理やり使って前に持っていくってことをずっと続けてた結果、そういった筋肉は反り腰を作ってしまって狭窄症を引き起こしてしまうって今まで言ってきたと思いますので、症状が出てきてしまうってことになってきます。はい、なので足首のですね、足の指かの状態っていうのを整えることはものすごく大事になっていきますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。はい、そしたらやっていこうと思うんですけど、まあ、ちょっとチェックしてもらいたいのはですね、自分のこの足の指がこう噛んでないかをまず確認してあげてください。まあ、どういうことかっていうと、ここから指をね、こうやって反らした時、上に反らした時になんとなくでいいんですけど、なんか動きが硬いなとかですね、この5本の指に対してなんかここだけ硬いなとか、多分皆さんあると思います。はい、そういった状態があるってことは、ここの動きが出にくくなってきてしまってますので、ぜひ今からお伝えする、ケアを一緒にやっていければと思います。はい、そしたら一旦座っていただきたいなと思うんですけども、まあ、やりたい方、まあ、右からまずやっていきましょうかね。で、足の指が悪い、動きが悪い人は、まず足く、ごめんなさい、ふくらはぎの動きが硬くなってますね。はい、ふくらはぎが硬くなってしまってるケースっていうのが多いですので、まずここから緩めていきます。で、場所なんですけども、このすね、の前からですね、後ろ、ふくらはぎに向かって指を沿わせたときに、ちょうどここにですね、骨が皆さんありませんか？なんかポコッとした骨、その骨を乗り越えると急にペコってへこむところがあると思うんですけど、ここの部分がですね、硬くなっている人非常に多いです。で、ここの部分は足首の関節だったりとか足の指に関わってくる筋肉っていうのがたくさんありますので、ここをね、ほぐしていくことっていうのを一緒にやっていきましょう。はい、そしたらね、上からやっていこうと思うんですが、だいたいお膝ありますよね、からちょっと下、だいたいこの辺りのお山を越えてペコってへこむところに指をですね、親指でぐーっと入れてあげてください。真下に入れてあげてください。はい、結構ツーンとした痛みがあるんじゃないでしょうか。で、その状態で押さえ、しっかり押さえたままですね、押さえたまま足首を10回上下にゆっくり動かします。はい、こんな感じですね。5、6、7、8、9、10で、次ちょっと下、はい、ここも痛いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、また下、1、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、下1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、下1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 下、また下1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 下、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という感じで内くるぶしまで順番にやってあげてください。はい、そしたら次ですね、今ほぐしてあげたと思うんですけど、次は指をですね、一本一本指を上に反らすことっていうのをやっていきます。まず親指からやっていきましょう。この指をですね、そのまま足首軽く持ったままですね、持ったまま足の指を上ですね、こっちの方向に上げてあげます。でこの時特に外反母趾とかある方は痛くない程度でいいので、できるところまで反ってあげてください。この状態で、10秒待ちましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、次人差し指ですね。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次中指、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次薬指、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 次小指、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 はい、そしたらですね、次は指をね、しっかりこうやって握手するように足と手で握手をしていきます。はい、結構ねこれが痛いっていう人も多く患者さんいらっしゃるので、おそらく使えてない人っていうのはこれが痛いかもしれないんですけど、ちょっと頑張ってやってください。はい、でこう掴んでもらったと思うんですけど、こう浅くねこう掴んでも意味がないです。しっかり奥に全部入れてあげてください。はい、よろしいでしょうか。で掴んでいただいたら、また軽く足首をここ持っていただいて、この状態で足首をぐるぐる20回回していきます。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 で次反対回しですね。でここで一個注意点なんですけど、回していくときにここから下から上にこう来るじゃないですか。その時指をしっかり反らしてあげてください。こういう感じで、はい、こういう感じですね、こういう感じ。反対の時もこっからこの時はしっかり反らす、で逆にこの後ろに戻る時は指を曲げる方向に反らす、曲げるっていうのを意識してやってあげてください。そしたらまた20回いきます。せーの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 っていう感じですね。はい、そしたら次はですね、この足ありますよね、足のちょうどこの真ん中、ま、足の真ん中あたりですね、ここら辺の動きが悪くなってる人も結構多くいらっしゃいます。でこういう風に持っていただいてですね、ここからこういう感じ、こうちょっと雑巾絞りじゃないですけど、そういうイメージでここをねこうクリ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 と動かしてあげてください。はい、もうこれ何回っていうよりかはざっとでいいので、こうクリ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 と、まあ20秒ぐらいでいいんじゃないですかね。はい、本当はね細かに見ていく必要があるんですけど、自分じゃなかなかどこの動きが悪いとか分かりにくいと思うので、まあ、全体的にやってあげてください。はい、よろしいでしょうか。そしたら次はですね、足首のこのかかとの骨ありますよね、かかと、かかとを動きを良くしていくんですけど、軽くまたこれ足首持っていただいてかかとを持ちます。その状態でこうかかとをね
ぐるぐると回すイメージですね。はい、かかとを回すイメージですね。これもまあ20回ぐらいでいいんじゃないかなと思います。大丈夫でしょうか。はい、じゃあ最後もう一回握手していただいて、握手してこっちですね、足の指を上、足首っていうよりはちょっとこのかかとよりもちょっと下のこの辺りをこういうふうに持っていただいて、この足の指をね、足の指をしっかり反るような感じで動きをつけていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この時に気をつけてほしいのが、足首がこう上がって指は全然こうね、ま、曲がってない人っていうのもいらっしゃるので、こうじゃなくてしっかり指を反らせるようにしてあげてください。はい、っていう感じで下ろしていただいて、ちょっと歩いていただいてもいいですか。今片方しかしてないですけど、多分ね、右をやった人は右の足がかなり軽いんじゃないかなと思います。はい、ちょっとねこう蹴りやすくなってると思うんですよ、歩くときに蹴り出しやすくなってると思います。はい、という感じで足首の動きが悪くなってきてしまうと、股関節の筋肉が硬くなったりとか、お腹が硬くなって狭窄症を引き起こすケースっていうのが結構多いですので、ぜひですね、今のストレッチっていうのも一緒にやっていただければと思います。はい。そしたら今日はこれで終わるんですけども、今日の内容良かったなと思った方はですね、グッドボタンだったりとか、あとはコメントあればですね、ものすごく嬉しいので、コメントください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。